皆さんこんにちは、いじくんです。さあ今日はですね、僕オタク普段市の池袋一日オタ活に密着していきたいと思います。イエーイ。こんな感じでグッズ爆買いしたり、いろいろなお店に行ったりしてるので、今日はそちらをね、一日濃厚オタク普段市のレポートでございます。早速行きたいと思います。ということで、家を出る前なんですけれども、こちらですね、今日一緒にこう行く友達がね、ジャック推しなので、ちょっとそちら譲る用のね、もう受けるも家出る前からオタ活してる。なんと出かけてる池袋途中に原神爆破してる、原神の広告あったんで動画決めちゃいました。もうタルタルに指がエッチってことで指の真似してます。あ、もうすごいエッチ、顔も指もエッチですってしてて、あー勝利先生、あ触れない、イラストから触れないでブチ切れてますね。かわいいかわいい。ということで池袋駅到着しました。外に出て、今日はね、もう予定がビチビチに詰まってるので、まずは空鉄、カラオケの鉄人さんでコラボがやってるので、そちらに向かいたいと思います。行くぞ。イエスイエス、プリキュア5。はい、着きました。ね、いろいろコラボやってて、リボンめっちゃ可愛くてさ、懐かしいなと思って、こういうコラボとかさ、最近してくれるのすごい嬉しいよなと思って、めっちゃ可愛いと思って、ショーケース撮らせてもらいました。そして、商売録があったり、ほんといろいろね、コラボしてますよね。友達がね、このオベイミー、最近ね、流行ってオベイミーをね、行ったら、なんと初日にグッズが完売しておりました。これ初日だったんですけれども、ピエンピエンだったんですけど、店員のお姉さんがすごい優しくて、通販とかもあるので、本当申し訳ございません、みたいな感じで案内してくれてね。いや、でもすごいよね。本当にもういろんなジャンルがあって、もう得ないですって感じですね。ということで、待合室でドリンクを待ちます。本当ね、こんな感じでたくさんね、コラボのね、看板とかがあって、見るの楽しい。僕は常にね、可愛いこぶってか。はい。バットボタンとアンチコメントお待ちしております。ということで、見てこれ、愛中、マジカル、ラブポーション、ミラクル、プリマゴ、はい、テニプリ、テニプリ、これめっちゃ気になった。全然知らんかったからさ。テニプリもね、もうほんといろいろね、改めて見返したいなと思ってるんですけれども、はい、雪村さんのコーヒー、これめっちゃ気になるみたいな。飲みたいみたいな感じで、ドリンク、来ました。はい、コラボドリンク。まあ、コラボドリンクとまあ、チュースということで乾杯しました。こんな感じでございました。次のお店に移動します。ここ、池袋のさ、公園で来たアニメートカフェスタンドみたいな場所、一回も行ったことないんで、今度ね、行きたいと思います。ほんと池袋駅最近ね、めっちゃ変わりましたよね。アニメート池袋本店到着しました。イエーイ。ここで、ね、いろいろ決めたいと思います。ってこと、隣のビルが、ちょっと作り直されてたの僕知らなくて、結構ね、売り場足りてないですからね。池袋本店広いですけども、なんかね、もしビルが建ってそこにアニメート入ったら最高だなって感じします。いろいろね、見たんですけども、ちょっとね、3月4月、個人的にね、グッズがあまり僕に刺さるのがないのと、池袋って結構さ、看板早かったりするからね、なかなか刺さるものがなかったお買い物でございました。今回はいつも爆買いしてるけど、羅針盤、はい、僕らの味方、羅針盤ということで、これもね、ここに移転してから初めて行くので、ちょっとね、こんな感じ、ジャンル。僕大好き、もう VTuber からストップリから歌い手さんまで、もう大好きということで、こちらで買い物決めたいと思いまーす。はい、買い終わりました。ちょっと、はい、後ろのおじさん、買ってる量おかしいんじゃないですかってことで、ほんとね、久々にね、ちょっとご時世的にね、なかなか買い物行けないんで、こうやってね、久々に行ってめっちゃ爆買いする感じで、多分2、3万円分ぐらいかな。この時買わせてもらいました。また動画で紹介したいと思います。ということで次は、これあれよ、アンスタとか、取り扱って、K-BOOKS です。ちょっとあんまり店の下とか映すとね、お店映っちゃうので、上だけで失礼します。ということで、いろいろ見たんですけども、聞いてください。僕、天城りんね君推してるんですけども、やっぱ天城りんね君ってグッズが全然なくて、今回もね、天城りんねパトロール決めたんですけども、やっぱね、缶バッジ1個とかしか置いてなくて、やっぱりんね君はね、もうりんね市場、りんね、グッズ欲しいりんねって感じでした。はい。ということで次は、K-BOOKSのね、乙女ゲーム館とか BL 館。僕、BL 館初めて行ったんですけど、左下の看板の方ですね、地下の方にあるんですけど、テンカウントとかさ、もうたくさん僕の大好きな作品あって、すげー見るの楽しかった。初めて行ったけど、なんか雰囲気が違ってすごい楽しかったね。うん。で、これが池袋サンシャインシティ前にある一番有名な羅針盤かな。もうここの看板がね、呪術廻戦とかね、鬼滅になってすごい可愛かったですね。もうほんと、ここを通るたび池袋だなって感じがしますね。で、ここの店の看板こんな感じ。ここがね、もうほんとあれで、コンパスとかさ、原神とかさ、なんかポケモンとかね、ほんといろんなジャンルあって、すっごい見るの楽しかったです。もう最高って感じでした。はい、ということで、池袋周り終わりましたー。はい、キラ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 ー。ということで、いろいろグッズ決めさせてもらいました。この後なんですけれども、コラボカフェ、
原宿の方であるので移動しました。池袋はね、ちょっと、本当スケジュールがね、もう久々に来たので、もう回りきるのって、あーって感じで、もうめっちゃね、1店舗2、30分ぐらいで回りきった感じでございました。ということで、原宿のコラボカフェに移動しますということで、原宿駅到着しました。原宿もね、なんか原宿擬人化したら可愛い気がする。何言ってんの？ということで、原宿駅前もだいぶ来ない間に綺麗になってました。原宿駅って新しくなったんですね。アットコスメストアとか綺麗になってて、ここでなんか今度縫い持ってきてデートしたいな、原宿縫いデート、Vlog みたいなのとか撮りたいなっていうから原宿綺麗になってまして、ということでコラボカフェ移動したいと思いまーす。はい、今回は春風のエトランゼ、あのね、映画とかもやってたエトランゼ、BL の作品ですね、のカフェでございます。結構ね、なんか、あの、奥まったところやったんですけどね、可愛かったです。ということで、行きまーす。メニューこんな感じ、結構ね、小規模のお店なので、クレープとかドリンク中心で、もうコースターのイラストがね、可愛すぎて、こんなのおかしくなっちゃいます。エトランゼです。僕もエトランゼになっちゃいますっていうような、すごい可愛い絵柄になってますね。ということで、お店入りまーす。で、こんな感じでございました。送信のポップが一緒になって、ドキドキ、このドキドキはなぜ止まらない。はい、松浦屋さんになった感じで、オーダーシートに。メニューを記入します。もうほんとテーブルと可愛くてね、ぜひ、行ってほしいです。カフェ、もうすごい可愛かったし、お店の全体映ったんですけどね、もうこんな感じですごい可愛かった。もうコラボカフェ楽しいですよね。ということで、ドリンク頼みました。コクマドリンク、タピオカドリンクということで、コースはこちらでございました。はーい、こんな感じ。いや、これね、すごいね、良かったのが、僕が今まで経験したコラボカフェの中で一番髪が厚くて防水素材ですごいね、めっちゃ素材が良くてね、感動しました。そして、クレープになんと、チェキ風カードがついてくるんですよ。ほんと、はい。こうそう、お皿も可愛くてね、クレープももちもちで美味しかったです。このね、チェキ風カード、本当に特典でこれ、絶対ついてくるのがすごい。はい、キラーン、はい。書き下ろしのイラストでたんですけど、被っちゃいました。そう。今回ね、友達がメインで集めてるので、友達に協力してたんですけどもね。はい。友達の付き添いとは思えないぐらいグッズとか、ドリンクとかメニュー爆頼みしてるんですけれども。こんな感じでいろいろね、決めていきました。はい。コースターということで、また被っちゃったんですよ、僕。ごめんねって。そう。コンプしたいって言ってたので、ごめんね。協力できなくてっていう感じでした。付き添いなのに、はい、1万円使ってますね。頭おかしいんじゃないですか、この人。何、付き添いのコラボカフェで1万円使うおじさん。ちょっと本当になんか頭いかれちゃってるんじゃないですかっていうことで。でも楽しかった。コラボカフェ本当久々に行ったんですよ。もうちょっとね、なかなか軽率に行けなくなっちゃったので、でもすっごい久々に行って楽しかったです。ということで、今回はね、ちょっともうこんな感じで早々に帰りました。ということで、お家に到着しました。はい、はい、カビです、よろしくお願いします、カビです、ということで、しっかりカービィの顔面も直しつつ、この後はあれなんですよ、ラニーくんのガチャが登場したので、ラニーくんのガチャ動画を撮ってこの一日は終わる感じでございますね。ということで、この後はラニーくんガチャを決めて僕のおたかつ一日終了でございました。またね、キロ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 チョリン。ということで、おまけコーナー行きたいと思います。今日の移動中にアンスタの星5確定ガチャがあったので、そちらをね引いて動画にしてたので、ちょっと誰が出たか、おまけコーナーでございます。こう電車の移動中にもね、アプリとかガチャとか回しまくってる、本当にこの人って大丈夫ですか。はい、響き響き、僕らの響き、僕らの紬、つむ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 、僕らのアイラク、僕らのアイラク、僕らのゆず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 、はい、大神、汗だく汗だく汗だく、のしのくんもみつるくんも腹がパンパン。はい、こちらの人が来てくれました。タチッキですね、イエーイ、おめでとう。タチッキ星5最近入れときましたから、汗だくタチッキってエロエロエロアンビシャス2021春って感じですね。ということで、僕のオタク一日でございました。みんなも楽しい一日になるといいね。ハマ太郎、またね。